僕インスタライブとかでもよく紹介してるんですけど、ここココスコのローソンのこの奥、ちょっと一瞬止めて、ここね、平日は最大800円で、土日祝日が最大1500円、12時までですね、朝の7時から12時まで止めれるんで、うん、皆さんここ M テック止めてください。でしかもこれあの立体とか機械式の駐車場で盗難もないし、でしかもまあ、こういう機械式の駐車場でね、アルファードとかああいうハイエース、うん、大きい車止めれないとこ多いんですけど、ここハイエースも止めれるんで、まあ、ほとんどの車止めれます。3ナンバーとかでもクラウンとかでも入るんで、まあ、皆さんナンバー来た時は必ず皆さんここ止めてください。やっぱ盗難怖いからな。モールは特にやっぱハイエースなんで。はい、僕1400円で出てるけど、であそこ入れへんね、うん、あれやで、ハイルーフの5ナンバーでも入れへんから、うん、もう絶対 M テックの方がいいです。はい、で土日祝日の最大ね、3時間までね500円で止めれるんですよ。そう、すごいよな、ほんまに安すぎるやろ。おにゅう、おにゅうよ、ええな、ええわええわ、色回ってる、色回ってるっすねこれ、バッチリ行こうか、いやでしょ、いい、ボヤさんこんにちは、佐々木です。はい、現場の宮です。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今日は2人でね、朝から珍しく動画撮って、はい、たたき起こされたわ、まあ、7時半集合ということで、うん、7時半に来へん15分だけや、うん、で、ということで今日はですね、うん、1月の29日ということでね、うん、ジョーダン4の、はいはい、クロアカレッドサンダー兼クリムゾン、一応クリムゾンっていうのかな、一応名前はクリムゾンになってるんですね。はい、まあそれが発売ということで、はい、朝から、まあ、スニーカー買いに行こうやということで、まあ大阪のナンバー2人でやってきたんですけど、てか長いこと動画撮ってますけど、並び動画この初めてじゃん。初めてやな初めてやな、意外とな、全部ネットで済ましちゃうからね、うん、宮間は結構動画的には面白くない、金で解決しようとする男やから僕結構やめてくれって言ってるんですけど動画の撮れ高なくなるから、はい、頼むからネットで買わないのに、まあそれは僕の勝手でしょって言うて、はい、まあね、すぐ買うんですよこいつは、はい、でまあ今日は、まあそのクロアカを並びに来たっていうことで、店舗販売が、アトモスしかないっていうことで、はい、でしかもどれか持ってない、どれか持ってないどれかあるんですけど、僕らドレスコード持ってないから、ドレスコード入ってきてないんですよ、うん、何しに来たねんと、いうことなんですけども、もう欠けてます、通常販売どっかゲイライ出せへんかと。あとまあ僕ね、まあ言うてスニーカーの並びとかもまあ 7,8 年はいろいろやってきたわけなんですけど、はい、まあジョーダン4で並んでるなんてめったにないですね。ないね。うん、2019年に出た黒赤とか、ホワイトセメント、うん、2016かな、うん、ああいういわゆるオリジナルカラーとかはまあやっぱり並ぶんですけども、うん、もうそれ以外はジョーダン4まあ並んだ試しないな、ね、うん、だから今日もし並んどったらあれれれって俺の中でなるから、あれれ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 って言って、なんでみんな並んでんのかなって。でも並んでたら松本さんと思います。いや俺しかよねまあこういう文化は大事だからねってことで、まあ朝からもうエンジンフル回転なんですけども、はい、じゃあ8時50分ぐらいかな、はい、ということでちょっと頭心斎橋の方行って、はい、並び確認して、はい、でそこの様子見ながら今日はまあビリーズとか、あとはエビシマとグランドステージ、まあその辺もちょっと様子伺いながら、もうちょっと賭けに出ようと、いうことでちょっと今日はねやっていきたいなと思います。ちょっと言っていい、なんすか、俺は別に並ばんでええねん、うん、もう言う、うん、俺は並ばんでいい、皆さんほんまにこいつ嫌なやつですよ僕一緒に並びに行こうって誘ったら、うん、まあ行きますわ言うて、その日の夜にねこいつもうスニーなんでプレネでゴッてもしとるんですよほんまに腹立ってくるわお前。ほんで、まあ、まだ動画で出すかもあれやけど、なんか乗り手ジョーダン7のパター買ったね、乗りよ乗り全然意味わからないでしょ、なんでこのタイミングでジョーダン7のパターなみたいな、深夜テンション、深夜テンションでねな、今月もう何層ゴッてもした1日でリアルちょっとね、はい、まだ動画でこの後出すんであれですけど、リアル何速、もう3速とか3速3速で結構4速ぐらいじゃん、え、ちゃうわ、え、オレオでしょ、うん、ケアクリームゾン、うん、あともう一つあるから 4か、ほんまにやらしいやつでしょ、何がやらしいねそんな感じで皆さん今日よろしくお願いしますさっきはまえらいかっこええフーディー着てるやん。いやいや、もうあったかすぎて、うん、かっこいい、あ、かっこいいこれ、かっこいいよ、ありがとうございます。これね、うん、なんか今日この後発売する、うん、エールっていうブランドのフーディーらしくて、あ、あの有名な、あ、そう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 、うん、
それもサンプルでいただきまして。あ、ほんますか。どうやらこの後発売みたいで。え、めっちゃええやん。いいですね。欲しいな。一応これブラックとシザーグレー2色展開あるらしいん で、はい、でこれなんか買うと YouTuber のスマさんめっちゃ喜ぶみたいなんで、マジですか。はい、ぜひチェックします。よろしくお願いします。はい、ほんまにやるに皆さんこの後発売なんでよろしくお願いします。お前さ、寒ないん。え、パーカー行ってもいいけど寒ないん。いや、寒ないやろ。寒ない。縮こまってんちゃうぞ、ほんま縮こまってんちゃうぞ。男は黙ってパーカー1枚やと。じゃあ先輩、今まあふと思ったんですけど、うん、なんか今回ちょっとドレスコードかなり厳しいないですか。なんか厳しいっていうか、なんかなんでそれなんて感じしませんでした。そうですよね。多分見てる人もそう思った方結構いらっしゃると思うんですけど、なんか冗談を入れてくれよってちょっとぶっちゃけ思いましたね。そうやね。なんかそれでこそはフレットとかさ、そう、これライトニングエロとかなんか一個ぐらいさ、うん、なんか俺冗談を入ってほしかったなっていうぶっちゃけな気持ち。まあまああるよ。なあ、てかまあ冗談やから、まあ冗談でね、なんでもええからな、ね、なんか冗談やったら何でもいいみたいな、うん、なんかまあ4やったら何でもいいみたいな感じにしてくれたらよかったっすね。そうそうそう、なんか俺、はい、マジでそれぐらいかなと思ってたんやけど、はい、意外にもって感じだったんで。いやでも俺冗談方でほんまに並んでるの、はい、ほんまに見たことないから、はい、大丈夫ちゃうかなと思うんですけど。ほんでどうせみんなこれあれやで、後々プレッテって買うねんで、これプレッテ買うんかな。やらしいな。やらしいで、みんなしれーっとして顔でそれ買うて転売するやな。そう、やらしいわ。それに俺一個くれよもう。行きましょうか。行きましょう。あーでもなんか並んでる臭いですね。1時間前なんですけど。そうっすね、 2,3 人ぐらい並んでたよな。ねえ、今8時48分並んでるの人だけっすね、うん、さっき僕でもドレスコード履いてると見かけたんで、まあね、5,6 人ぐらいは。まあどうなんでしょうね、ちょっと1時間ぐらい時間とかコーヒー屋さんに潰して、はい、あれしましょうか。そうですね、はい。でもし無理やったら、無理やったらっていうか11時、はい、ビリーズ、あとは ABC グランドステージ、ちょっと一応朝一で行きたいなと思います。はい、行きましょう。あんまアトモスもかけてないんで、はい、でも今回のクリムゾーンあるじゃないですか、はい、ずっと欲しい言ってましたもんね。そうですね、もう結構リーク出てた、はい、だいぶ前から出てたんじゃないですか、はい、もうずっと欲しくて、はい、もうほんまにもう何としても欲しいですね。まあ買えなかったも僕には関係ないですけど。やかましいわお前、取引キャンセルされろ。値段釣り上げられろ。こんな先輩どう思いますか皆さん。で8時55分がちょっとスニーカーズやろう、うん、俺もうスニーカーズ、はい、もう嫌いやねん、これ当たれへんから。ほんまにゴッてもできんの、ね、ゴッてもできん、1個もゴッてもできてないからよ。もう腹立つから、もうアプリすら全然開いてないもんな最近。久しぶりや、動画にすらしてないもんだって。もうあかんで、もうドサダらんし、ほんまやってるんですけど、あーみたいな、もうしんどいじゃないですか。あ、うん、始まりました。ほんまにこれシンプルにかっこいい、うん、まあげた、落ちてる落ちてる、シンプルにかっこいいよこれは。でなんかさ、多分普通の人からしたらさ、うん、同じやん、この黄色もさ、黒赤も一緒やけどさ、でもなんかわかる、その買った時ってそんなすぐに履きたいとかもうないわけよ、うん、同じやから色が違うわけだから、うん、でもなんかこう何年か2年3年って経った時にすごくこう恋しくなるっていうか。ここで帰っちゃったらどうするの。ん、ここで帰っちゃったら帰る、帰っちゃったらもう帰る。当たり前や、食レポしたいね。あ、そうやね、コメントで食レポや。このコーヒーはうまい、コーヒーはうまいよね。うわ美味しいですねーっつって。一番以上でおさらいですか。はい、ありがとうございます。うわだるい、うん、最後切れ。僕はここで外れたって、僕は痛くも痒くもなくて、やましわ。いや僕ちょっと性格悪いんで、うん、だいぶ性格悪いな。まあ前からやけど寒い。はい、ということで出てきました。今ね9時半なんですけど、はい、アトモス心斎橋が9時45分で並ぶ打ち切りということで、はい、今からちょっと心斎橋のアトモス何人並んでるか見て、その人数に応じて、はい、まあ店舗前で、はい、ちょっと待機して、はい、残った在庫を残り物にかけるか、残り物つついてね、はい、残り物続くか、それとも、もうちょっと20人ぐらい、はい、もうちょっと可能性ちょっとないので、ほとんど、まあ、ビリーズ、アトモスグランドステージ、はい、ABC グランドステージ、そうそう、ABC、アトモスグランドステージとABC マートグランドステージですね、はい、ちょっとね、まあゲリラというか、はい、うわ大競争が並んでる。なんで？あ、ダンクか。なんかダンクも出ないんだっけ。あ、ダンクですね。もしかしてジョーダン4出ること？大競争が前は。
まあ、ちょっと、そんな感じで、まあ、どっかね店頭販売ないかなっていうところで、ちょっと可能性かけたいなと。もう今日ゲットしたいんで、なんとか、はい、まあ僕には関係ないけど、やかましは嫌味いちいち言うなシップメントしてますね、さばき言うてさばいてもね、うん、僕もやってたから夜勤で。もう無理やわ、無理や、並んでるわなんか今視聴者さんから連絡来たんですけど、はい、東京は全然余裕らしいっすよ。大阪どないなってんねんかここしかないですからね、まあだからまあちょっとビリッツとかエビ島とグランドステージ、はい、まあグランドステージどうなんでしょう、分かれへんけど、もうちょっとそこにかけるしか、もう全然無理や、もう30人ぐらい並んでるわ、あかんわ、無理や諦めましょう。すごいな、あ、いや俺あの冗談法であんな並んでるの見たことないけどな。松本さん見たことありますか。いやー僕もないねやっぱりちょっとおかしいねん、さっきは何してんの。いやだいたい朝荷物届くじゃないですか、うん、ここは砂漠からここからちょっとジャンプマンのマーク見えるかなでもみんな並んだよ並んで、あじゃあもう聞いたよ、ホーマローか、あの顔突っ込んで冗談法ありますっつってちょっと一応この辺言わしてるからないな、ビリーズ行こうか、ビリーズ行こう、がっつり並んでんな、6人 ?6、7人 ?6、7人ってところやね。なんやねんこれ、聞いてくれる、うん、俺コーヒー屋とかでこんなん絶対頼めへんやん、はい、なんで頼んだか聞いてくれる、なんで頼んだ、レジの姉ちゃんバリ可愛かった、おすすめなんですかって聞いたら、うん、甘いのと、うん、あの甘くないのどっちがいいですかって言われたから、うん、まあ、どっちかって言うと甘い方がいいかなって言ったら、うん、こんな甘ったるいもん言うてきよって聞いたのにさ、普通のやつ頼んだらかっこ悪いやん、かっこ悪いね、こんななんかクソ高いやつ頼んでもた、なぼさ600円ぐらい、とっこれが600円ですよ、喉乾くだけやのにな、いやでもマジで可愛すぎて、うん、なんかじゃあそれでとか言っちゃって俺、うん、だからあれかレジで下のレジでさ鼻の下伸ばしとったんか、伸びまくってためちゃくちゃ怖い、もう遠目から見とったけどよ、内強さが12畳分なんですよ、うん、1時間半極寒の外 で僕まだアウターあるからいいんですけど、うん、こいつパーカー1枚なんですよ、そう ABC が11畳分なんで、うん、もう ABC にかける、こんなかったらもう諦めるわ、いや別に行ってもいいよね並ぶ、それでいや並ぶっていうかもうな並んだ方がええんかな、でもあの人数やったら別になんかいけそうな気しませんね、いやもっと並んでるやろ、ほんででもこれ僕の良くないところなんですけど、サイズは絶対妥協できないんで、うん、ちっちゃいサイズでいいやとか僕無理なんですよ絶対、うん、なんで、まあ、僕の場合は10ハーフ、11になるんですけど、うん、もう絶対さっきなくなるんで、うん、あの人数並んでちょっと望み薄かなっていう感じですけど、えらいまずそうやな、なんかな、コーヒーとこうなんかチョコレートが混じってるみたいな、でも、うん、篠原涼子が飲んだ後やったらマリマリ美味しいわ、篠原涼子、うん、美味しいわ、ほんまに言っていいですか、これすごいかもしれんけどちょっとさ、やっぱケツアゴに見えてきたかもしれんお前洗脳されてるでも、じゃこれやっぱ萩原ケツアゴ洗脳してきてる、うん、萩原ケツアゴ君洗脳してるよ萩原ケツアゴの、うん、洗脳されて幻覚見えてんの違法ドラッグっすからね、萩原ケツアゴうわちょ、あれ待ってません、待ってるっすよね、待ってますね、ワンチャンある、ワンチャンある、いやもうこれでマジあったら俺もう飛び跳ねるで、マジで、うん、まあ俺はどっちでもいいけど、うん、まあ耐えてるもんなお前な、うん、何も嬉しくないやろ、楽しくないやろそんな俺もうごっつい気分上がってるよ、うん、
さあどうどうどう。ありがとうございました。ないわ。おっしゃー。やばい。ナイキ大阪。めちゃくちゃ並んでますよ、これ。ざっと数えて。いや、ざっと50ぐらい。50ぐらい。50、60ぐらい。あ、諦めよう。うん、無理や。次。はい。冗談5。あ、俺ね。あれは行くで。もう誰も並ばないでください。めっちゃ怒ってる。僕ここは今日は手を引きますけども、あれは譲ってくださいね皆さん。今日はもう手引いたる。今日も手引くわ。しゃなし。手引くわ。皆さんその辺ご協力よろしいでしょうか。ちょっと逃げらんもん見ようか。US のスペアダム。うん。見て5000円。5500円、これめちゃくちゃ安いと思う。あ、税込み5500円、安いよ。インスタントとか多分8000円ぐらいするから普通に。いや安いよ。そうキャブス、おお、950。お、しかもエンジンもあるじゃないですか、キャブス。え、渋いや。お、え、普通渋いや。え、なに表示価格より 50% やって、だから6050円の半額。なんぼ3025円らしいです。これ全部 50% らしいです。え、めっちゃ安いと思うよこれ。え、めっちゃ安いよ。しかもほら赤ステッカーの、うん、この辺とかも全部 50% らしいです。めちゃめちゃ安いよ。安い。ウォーリアーズもあるし。え、940も5000円になってるけど。あ、でもちょっとこれはあれやな、直営店やったら3000円ぐらいやから。うん、あ、でもそれでも安いよ。安い安い安い。1000円ぐらい安い。すごいっすね。今日の取れたからこっちだって思ったの。ほんまやな。もうサムネあれやな、ジョーダン4じゃなくてドンキや。ドンキ、またドンキ。ドンキ企画ない。ドンキのなってもあるな。うわ高いわ。10000円。もう 50% オフやから、まあ大体5000ぐらい。いや、でも安いんじゃん。まあまあ、あ、高いな。50% オフやから、ここも7000ぐらいか。うん。まあ、プロパーぐらいですね。7700円の半額。めちゃくちゃ安いぞ。うわ、ミッチェルとかさ、え、マジでさ、あんまでかい声で言われへんけど、多分オンスポよりラインナップ、ええんちゃう。昔のオンスポとかほんまにこんなんめっちゃ置いてたんですよ。ああ、無地の。あ、無地もあります、ね。50% オフやね、これ。無地結構使いやすいですよね。うん、そう、なんか。ちょっとアウトドアするときとかね。そう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 。あとなんか自分で刺繍したりする人とかさ。そう、4400円の 50% オフやで。2200円、安すぎるやろ。これほとんど多分商売になってないっすよ、この値段は。なってへんね。なってない、絶対なってない。だからすごいんですよ皆さん、この値段は。もうレッドサンダーじゃないな今日は。ドンキ企画やわ。ドンキ企画や。あのね、ディッキーズ3289円。はい、これ今日安いと思います。今日安い。安い。結構ディッキーズ、ドンキー、その要は店によって値段全然違うから。うん、3500円のところもあるんですけど、僕のおすすめはコストコ。リッキーズはコストコで買うのが一番安いと思います。この前泉のコストコで2800円ぐらい売ってたな。そうやな、まあ、400円ぐらい違う。で、ちなみにこれ豆知識なんですけど、うん、リッキーズのパンツって多分日本の国内展開だいたい3430が一番大きいサイズなんですよ、うん、まあそれ以上あるサイズのところもあるんですけど、基本ドンキとか、あとはいわゆるディッキーズのお店とかになると、うん、まあ、3430ぐらいが店で展開してるサイズになるんですけど、多分体大きい人とか多分34インチとか入らない人いると思うんですよ、うん、で巨人くんなんかそれこそ34やったら入らなくて、36ちゃうかな、あの子。あいつ38ぐらい買ってた。え、38。そうで、それでこの前その時ナンバにおって、でディッキーズのパンツが欲しいって言って、うん、その俺の履いてるやつ見て欲しいって言って、うん、であいつドンキ来させて履かしてんやんよ。ほら入れへんかったんよ34で、うん、ほんどうしても欲しいって言うからコストコ行こう言ったんやけど、もう今すぐ欲しいってなってフレッシュキャップ行ったんや。ほんでやっぱ30、うん、40インチぐらいの扱ってたんだ。38やったかな。あ、そうそうそう、ちょっと高いっすけど、まあフレッシュもすごいっちゅうことですね。フレッシュもあると。そう、やっぱでかいサイズ、うん、でもこれ36あるやん。84じゃなかったです、フラットフロントでした。ちゃうやん、全然。ごめんなさい、8年のこっちでした。そう、生地触った時にさ、なんかちゃうな思てん。全然ちゃうわ、ほら、うん、全然ちゃうやん。4300円。まあ大体ほら吹きがや。もう今日の冗談方は7番からスタートし。だ、36ないんじゃん。だから逆に36ない、やっぱ34まで。うん、ほら吹きが。ああ、これはあかん。3032じゃないですか、うん、でこれ
30もあるんですよ、うん、あのアメリカとかのショップのそのデニムギャップとかもそうなんですけど、うん、レングス30と32インチってあるんですけど、うん、アメリカってその裾上げ、うん、裾をカットするっていう文化があんまりないんですよ、うん、なので裾も長さっていうのも点あの30と32インチあの30と32ってこうサイズ展開あるんですけど、はい、日本は裾上げ文化なんで30に入れるんですよ。でこれでもう切れお前らみたいな、うん、足りへんわ切れみたいな、30ないわほんであかんわ俺嫌なんですよ32を切るのが。 なんで裾上げしてすんの嫌なんですか。嫌 やねん。 なんか嫌な理由とかあるんですか。偏見やと思うもう30に履き慣れてるから。あまああの気にしいですもんね。だいぶ気にしい。はい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 。まあそんな感じで、はい、今日惨敗ですわね。朝一から俺はほら吹かれて冗談方で並び俺見たことないで。いやでもね、うん、ほんまにあんま並んでるとこ見たことないからさちょっと舐めてたわ、うん、ほんで絶対いけるよ俺帰るから、ね、いや僕ね、うん、その事前抽選とかオンラインあるじゃないですか、はい、あれで例えばさ多めに2足とか当たるのめっちゃ嫌なんですよ、はい、あの冗談方のブレッド出た時も、うん、まあ、あの時とかも、まあ、絶対欲しいじゃないですか、うん、であの時あの当時はめっちゃ抽選してたんですよ、うん、あのオンライン抽選、うん、バンバンかけて、ほんで僕あの時多分3足ぐらい当たって、うん、お前に1個あげたと思うんですよ、うん、確か多分動画残ってるとまだあれなんですけど、うん、だから3足当たってなんか1個友達にあったそう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 、ね、そうなんですよ、うん、でなるとさなんかもうそのまあ定価で帰ってくるから別にええねんけどさ、うん、まあ、俺もさお前とかやったらあげるとかなったらさ、そうですね、まあ、言うたらもう大きいじゃないですか、俺が。でも今は、もうその、買えそうやなって思うやつに関しては、まあ言ったらぶっちゃけスニランのクーポンとか使って安く買えるから、まあね。できるだけ、その、ダブらないようにはしてるんですね。うん、で、まあそれで僕行ったんですけど、まあ結局買えずじまいで。ほんでまあ、しまいにはドンキで、まあディッキーズ買って帰ろうかな思ったんですけど、そう、ゾーナーズドンキは32のレングスしか取り扱いないんですよ。30がなくて。うん、忘れてた。そうなんですよ。だから僕コストコで買うんですよ、いつも、うん、思い出したわ、久しぶりに。ほんでだから、レッドサンダーも返す、え、ディッキーズも返す、内緒来たわからわからただ、めちゃめちゃ早起きして、南に来ただけで、コメダ飲んで帰るだけ。お前はしっかりな、ゴッテムしたからな。しっかりゴッテムしてる。だ賢かったな。俺、その辺のやっぱ、それなんだ。そういうのは何で決めるの、買う買わないって。その事前に言うたら定価で買える可能性もあるわけやん。まああるけど、いや普通に大阪が売ってる店少ないじゃないですか。並び、ああそうかそうかそうか。んで、まあ、並びに行ってもいいけど買えん確率の方が高いかなと思って売り切れる思ったからさっき買っとこうみたいな。でもゆっくり寝とこうっつって。まあだって、まあ大体並び行くとき、まあ午前中全部潰れるわけじゃないですか。うん、まあ大体時間換算すると、まあ4、5時間ぐらいは時間取られるから、うん、まあ時給800円と考えて、そう、まあ、4時間でも走3200円。そう。まあほぼ3万近くなるもんな。そう。それやったらまあ別にスニダンで買ってもええかっていう感じにはやっぱなりますよね。うん、交通費もかかるからね。確かにな。だ結局は一緒なのかもしれないですよね。そう。まあ、実質的にはその、ね、出費はね。確かにな。うん、まあ、動画的にはそれは見せて書いた方がおもろいんやろうけどな、まあね、俺とかはだからそれを考えたりはするんやけど、うん、舐めてたな。やっぱもうだから無理かもしれん。もうその28とか 28.5 とか29を買う人は、うん、店ではあの確率が低すぎる。あまりにも低いかもしれない。だって入荷速数が2とか3とかでしょ。まあ次回の動画、宮間くん、はい、爆買いしてますんでもう撮ってる動画なんですけどまあそれで皆さん前回の動画と今回の動画分の買い物以上はしてるんで、だからまあこれでフラットということで、そうそうそうこいつら動画撮って広告収入だけもらおうとしてんちゃうんかみたいな結構言われるんですよ。マイナスやマイナス誰がプラス出るかこんなんでいやマジでスニーカー YouTuber でプラス出そう思ったら相当頑張らな無理ですよ。宗司さんしか出てないんじゃないかな。そうやね、はい、ということで、はい、そんな感じだったんですけど、はい、本日、この動画多分本日の20時に上がってると思うんですけど、はい、21時から、僕のブランドの、新作のフーディーですね、はい、エールのブラックロゴの、フーディー販売するので、こちら、ブラックとフェザーグレーの一応2色展開なんですけど、こちら販売ありますんで、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしていただいて、ていうかまあもうこれ皆さん絶対買ってください。じゃあ買わないと、じゃあさっき、うん、買わないとさっきも泣くから、泣くから、そう泣いちゃうから、そう泣くから、うん、今日も残念な気持ちでいっぱいやから、だからこれがマジ売れへんかったら明日からあれよね、たくあんとご飯で生活せなきゃ。そうそう、もうみんなパーカーも買ってくれへんスニーカーも当たらん
むちゃくちゃやだからちょっと皆さんこの1時間後、うん、うわいっぱい売れてるってそうちょっと皆さんに喜ばせてもらいたいですね。そうやね、はい、ということで皆さん、この後よろしくお願いします。そんな感じでね、はい、まあ、ということで、今日はそんな感じだったんですけど、今回の動画ねおもろかったんやけど思っていただいた方ぜひともぜひグッドボタンなどチャンネル登録、よろしくお願いします。あのね、インスタグラム、はい、僕と宮間くんやっておりますので、こっちの方も絶対フォロー、もう皆さんほんまにインスタグラムちょっと頑張ってますので、フォローの方よろしくお願いします、はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。どうもありがとうございました。ゲマでした。ゲマでした。生田斗真でした。